二日市が9時をお知らせします。 皆さんこんばんは。つい生初帰地の時間になりました。今日も夢ホームのガーデンルームからお送りしております。パンツ一丁丸出しの父親です。<laughs> <laughs> 皆さん、こんばんは。<laughs> 青組みこと青石組子です。ねえ、えそのキャラ、石川さんのね、フェイスブックをご覧の方は。<あ>もうすでに。<laughs> パンツ一丁丸見えだ <laughs>、はいはい。ご存知かと思うんですがね。もう毎回毎回笑わせていただいております。なんかね。 年生のものあると思うすごいですね、<laughs> あの二人の会話、軽快な。まあな、仲がいいね、喧嘩したり、うん、笑ったりね、うん。ほろぼろな投稿でね、えーまあ、内容も笑わせていただいております。あンクラブもできそうなぐ、うん、らいですよ、本当 <laughs> <ん> <laughs>、はい。というわけですでにね、本日もご参加いただいてます、岡山一ち号さん、そしてけんどうさん、いただいております、こんばんは。 二週間ぶりですね。おねはい。<ん>お久しぶり。先週の、あ,あ、祭日か。そうです。ね、はい、というわけで、二週間ぶりの放送でございます。<laughs> 本日も一時間、よろしくお願いします。<laughs> 広島発、通海緑化バラエティー、つい生初開地。この番組は、緑の力でより良い社会を。ガーデンエクステリアでおなじみの、赤重空間夢ホームの制作で、お送りします。 始まりました。<え>はい、石川さん、お帰りなさい。あ、二週間ぶりだったのでね、ねあれだったんですけど。<coughs> 福岡にカレー、その後東京でということで。新幹線で。福岡の二日市とか言ってね。ね、二日市、二、うん、日市ではなく。なんかなんかちょっと富士的に物足りんような街だな。<laughs> <laughs> やっぱそう感じられるんですか。そうそうそうやっぱり二百と二言うたら。 優越感浸って降りたよねきあのデザインのブラッシュアップでね、はい、日本でこうパースの第一人者、うん、パース言ったら、まあ、こう俯瞰ずこうね、はいうん、あれのデザインの、うん、一人者の人がこう限定で教えてくれる言うんで。うん わざわざ行っておおよかったですかまあそうねだけまあ足りん部分補強するような感じやね、うん、うん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 、うん、やっぱり分かっとる人が説明したら分かりやすいじゃんああそうですよね、うん、しかもあのー、参加者の方も関係者 たそわっていらっしゃるから余計でんうんもう皆さん理解が早くそれで食うていきる人ばっかりだろうけどね<ー> <laughs> なかなか刺激的なうん、うん、面白いあれでそこからそっから福岡空港行って、うん、で羽田へ飛んだんか <laughs> えそうそう福岡にはそのままいあのー、宿泊せず うんせず、はい、夕方、も急いで、うん、東京に、うん、飛ばれたわけですねで,でモノレールいうんかねお<ー>あれではい、はい、浜松町経由の品川プリンスまでで叙々苑叙々苑お味しいお肉をお召し上がりになられたんですね日本にあんな高い肉があったとは知らんかったな品欲、ね、出てきますよね。 もう一払なん一払、うん、が二二千円や三千円じゃあいうねでまあ大学の時の友達と二人でねお,、はい、お腹いっぱい食うとかその方は東京にそうそうそうはいいいですね久々の再会お行くたびにこの前あのバラトガーネリングショーの時も飯食うてうんああいう友達よね、うん、昔ながらの友達いいですよねまあ、なかなか こうね、うん、不思議と大学の時の友達ってあんまり付き合いがないの今。あ<ー>うん。逆にその何中学校とか高校とかの方がってことですか？予備予備校時代が一番多いんじゃないかな。ああなるほど。 まあそうですね。人それぞれその時代その時代でなんか密にとかありますよね。大人になってもね。予備校時代ってあの年で無職じゃけね。より結束絆が励まし合いあったんですね。ほんで品川プリンスとまって次の日初めてあのお台場の方行って節テレビすごいなって今盛り上がってる時じゃないですか。 あわし行った時まだ工事しようってからねすごい工事現場だらけだったよあそうなんだ、うん、へえ<ー>でビッグファイトであの屋内緑化推進協議会いうあ目的そうでした目的はね、うん、それはそこでみんなまあ華道家の人とかああいう<ー>緑を使った人たちで生産農家とか、うん 園芸屋さんとかほ、うん多岐にわたるヒトラーで、はい、まあこれから屋内、まあ、一番身近な緑うん、うん、でまあそこで言おうちゃったんが、まあ、海外の食卓には花が飾ってあり、はい、日本の食卓には醤油が飾ってあるってわかりやすい確かにそれを日本でも,もう自然にその 食卓に花があるという<ー>い,い,いい習慣を取り入れて、うん、こう和やかな雰囲気に持っていくというかね<ー>、うん、ほんで今までこう普通に地面に植える植栽とかには国からの補助があったんだけど、はい、まあこう,いうこういうもんに対したら全くなかったいうのは。 生産者の人はじで、はい、でまあ今回火き法案いうんができて花,、うん、花の木でねでそういうもう緑全般がターゲットじゃ言いうんで、うん、まあみんな,な裏路地が国道になったえて喜びおるような感じでへ <laughs> えー、ーやっぱりああいう国が推進するもんやったやっぱりね、うん、これはもうおかるぞみたいな ね。ね。まあ、ですよただまあその緑化自体はほんま人間の精神的にも健康的にも必要なものでうん。やっぱりわしらでも朝一このガーデンルーム開けたらすごい空気がおいしいマイナスイオンたっぷりのふわっときて日替わりの状態をやっぱりみんなにこう、知らせていこうかないうあれでうん。 でまあ、来月ぐらいセミナーみたいなのするけどそのペ,ッペットに対する緑化効果も大きいね。うんうん、ペットも、うん、はい癒し効果とか、まあ、人間と同じような感じなんですかそうやっぱり人間視点に足にペットの視線で緑化を考えるいうんで<ー>、うん、あ空気はきれいだなーって人間が言っても。はい 人間の視点からの位置が綺麗なわけであってうん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 ペットはクサって言わるかもしれないはぁークセーってクセクサってクタイってうんれるうんそういうのをやっぱペット関連の人らと集めてこうねへぇ<ー>、うん、お話し会プラスランチで二千円ぐらいかな <laughs> <laughs> まあいきなり金の話をしても申し訳ないくらいかな。<laughs> へぇー、うん、じゃあ、いろんな緑化に対してこう、いろんな効果がある要因をうんあらゆる分野の人に、こう…知らしていきたいなという、うんうん、緑の伝道師というおいい… <laughs> 素敵なネーミング緑の伝道コケシって,て <laughs> え食 <laughs> いついたね、<laughs> また怒られるから、ね、これねー、ほ <laughs> えー、じゃあもう一気にその福岡、東京の…うん。そうそう。いろいろ…吸収して…旅行中はこう…知らんところだけ緊張しとるんですけどね、こう。うん、帰ってきたらね、うん、ガクと…もう疲れが一気に… <laughs> この年はなんか…へぇ<ー>疲れが取れんな思いながらね。えー、<laughs> 行きと帰りもあの…あ、帰りは…そうですよね、あの岩国空港…そうそうどうでした 岩古に食うは、なんであんなに金魚がいっぱいおるかな、言って。あ、そうなんですかで金魚がうん、なんか紙、紙紙で作った金魚が、うわーっとって。ってあるんですかへぇ宙に浮いとったり、<ー>すごい金魚だらけない。季節とかではなく。うん、岩古に、金魚で食うて行けよかな、ね、みんな。へぇー金。金魚の名産。ち<血>？<laughs> <に>金魚の踊り食いとかあるかも 嫌だ <laughs> ちょっとー。<laughs> <laughs> そうなんだ、でも良かったですか、どうでした、岩国空港。いや。割と飛行機より安い場合がある。ね、あれ、新幹線で行くよりは。ああ、はい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 。え、うん、そこまでは交通機関で行かれて。そうね、あ,あ、交通機関で帰られた。から岩国帰って、バスで。 送ってくれるんよ、百円かな。ほんで、<ー>岩国からこれ日1日帰ってきたら、ガラガラじゃけンわれるんですよね、普通に。ああ、はいはい。で途中、なんか頭の悪そうな高校生たちが、あ、そうなんですか、うん。入ってくるけど、まあ、はい、それは気にせんといて。気にせず、はい。そしたら、新幹線でね、帰ってきて、うん、で、広島駅から、 発芽までた。ちょっとまた気合がいりますよね。新幹線で何時間も座って。ね疲れる度合いは。少ないですよね。時間も全然違いますか。時間。十五分、二十分かな。無事飛行機も大丈夫でした。これがね。隣にぶち切れなお姉さんが座ってからね。お客様で。やった。それどころじゃなかった。ああ、じゃあ、良かったですね。あっという間に。 もうついちゃったみたいなこれ行き帰りねどちにえかったねええ両方あんあそうそう帰りはね両サイドだったり。まあ若い女性は両手に花？うんここまで気き聞かてくれんねめえのにな思いながらよく暴れんようにうんサイドを固めたわけですね結構アナも気使う会社だな思いながらさすがポイントアップいっ博多から行くときはね

で帰ってきたら飛行機を撃ち落とされたんだことと。ああ <laughs> <laughs> まだその日だー。あとでよかったと思っそのタイミングでしたね。う <laughs>、まあ、つ人間おらんけどね、日本 <laughs> 国内は。いはい。<laughs> そっかそっかありましたよね。じゃあまあ<う>とっても有意義な2泊3日。うん2泊3日で8万円やったかな。おお福岡。うん、割と東京の。博多までの新幹線とか全部含めて。<laughs> あ、もう全部ああ。飛行機も復パックであそっか旅行会社にそうですね行それ用のホテルしてねうんうんうんとしたら提携してるとこである意味安いな思いながらそうですねうん。これからはまちょっと怖いけど岩国から行き帰りが正解じゃな思ってねうんうんまた新たなほんでねそれ選ぶときに広島空港と岩国空港 同じ料金なんですが言われていや、誰が案んま山奥に降りるんやいう話 <laughs> どうやって帰ってくればいいんかもわからないわ僅か市はちょっとねねえあこりるなら新幹線で行くいううーん、そりゃそうだもうこの岩国空港さん結構これからね特にこちらのエリアは絶対<今>うん利用される方多いでしょうね。 それに比べて岩国駅前がちょっとしょぼいななんかあそうなんですか、うん、はぁ、あ、ちょっとよ、うん、横側の背の低い版みたいな感じのへぇー小汚さが<ー> <laughs> あそうなんだじゃあそこをね、うん、まあどんどんこれからふぅふぅ開発していっていただけたらいいですねこうねああいう一貫して開発したいのにね、うん、空港ができたんなら緑化緑化 あ、緑化、あ <laughs>、緑化はいかがですか?。苔が生えてるよ、もうすでに。なるほど、ほ<ん>じゃあ、ね。東京、ほんで東京で。いうか、まあ、緑化友達。はい。壁面緑化の伊藤君がおるんだけど、<は>伊藤さんゆんが。はい。昨日ビフォーアフターで撮ってんの、ね、よ<ー>、うん。おお。おお、で、やっぱ知り合いがこう、テレビ撮ったら嬉しいね。ああ<ー>、またね、そうですよね。うん ー緑じゃーみじたいなテレビの公開はすごいもんでね、はい、今日豊和の電話があったり明日見に来る<ー><う>え、だから昨日の「ビフォーアフター」を見られてた方がネットで検索してで広島で広島で壁面緑化ででヒットして,て展示やろうね多分。 実際見れるところをみんな探したんで確かにまあそうですよね、うん、としたら多分あんまりおらんもん <laughs> じゃあお客様明日あしたはいらっしゃるんですね、うん、すごいなこれはいや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 遅い遅い遅 <laughs> い遅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 どんなお客様ん。いや割とこれもう分かると思うけど、うん、こ安いもんじゃないよね もちろんそうですねある程度ほんまにしたい人じゃないとできんだろうなそうですねそこがマッチングすれば素敵なものが出来上がるのでまあけどつけることにより得られるものの方がでかい客商売だったら特に確かにね話は戻ってケンロウさんが駐車場がただなのがいいよねって岩国空港ただへえ ね広島空港取られますよね、それまた違いがあるわけですね。あこれはもう賢いよね岩国の人はちゃんとねというわけでね、203日のとても有意義な、はい、出張だったということで、ほうね、はい、まあ時間があればまた行きたいな、東京は。んどんどん、ふと軽いですもんね、石川さん割とね、軽いですよね、タフ。 広島から出とってしょうがないわしあらそんな寂しいことを言わないでくださいお時間がれば広島から一歩でも出たい出たいあなるほどかね刺激をダメな人間になりますと広島におったらなるほどまあ視野がそうそうそうなんかね脅迫かんからあなるほどでもいいことです月どこっらもおよくおっしゃいますよねその言葉じゃあまた 旅立ったときには教えてください。はい。はい。というわけで本日もはいゲストの方をお呼びしております。はい。7月ラストのゲストの方はこちらの方です。スペシャルゲストです。<お>イェーイ。お久しぶり。お久しぶりでございます。<laughs> 出張大好きな悪役俳優です。<laughs> <laughs> はい。本日は柿田敦久さんを、まあ。今日は何回目の。 六回目ですね。おー、すごい最多ですよ、ね。今まで全部調べました。<laughs> すごいな。ねえ、最多ですよね。愛 <laughs>、はい、お呼びいただきに。だからね、お越してくる服も、うん、過去の六回いろいろ見るじゃないですか,か。甲冑着たいとかいろんなことしてるんですかね。そう。で今日はまあ夏なんでアロハかなと思うのでアロハ着たけども。とっても鮮やか。実はこの下に衣装着てんです。僕。ちょっともうこい,いいですか。はい、もちろんです。しっかりと映してあげてください。 石川さんが悪役っぽいからね僕が悪役ですっていうことをピアノしなきゃいけないんで悪役って服を着てきましたすごい衣装だったんだ素敵さすがだいぶ前あのカープ撮りで一緒に写真撮ったやつさんざんな言われようでしたよ初めてお会いした時だんですね 今日、今日、出てましたよね、フェイスブックで。石川さんが坊主の時ですよね。どこの組のミーティングかって、<laughs> ね思わせるぐらい。悪役面コンテストで優勝戦勝ったっけね。そうさらに悪役顔がおうそね<え>そう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 。怖すぎる。<laughs> <laughs> ねというわけでね、今日を迎えいたしておりますが、 最近いかがお過ごしですか最近ね、忙しそうにしてますいや、忙しそうですよね忙しそうこちらにも、けでそうそう、ここ1年ぶりですからね辛いですよねこっち方面来ることも減ったんですよ前は岩国だとかね、宮島とかよく行ってたんですけどね笑いヨガとかでそうそう、そ岩国に行ってたんですけどねさっきの岩国空港じゃないですけどねちょっと最近岩国で笑いヨガやってないもんですから はい、あんまりこっち方面来なくなったんですけどね、うんうん、なんとでもその岩国の代わりにも東広島で実は笑いうがやってましてお<ー>葬儀場ですなぜお葬式をするところで笑いようがやってます <laughs>

さきたつさんお久しぶりですご意見ばというふうにお久しぶりでございますけんろうさんもご意見ばお久しぶりですとコメントいただいてます意見言ったことないけどね意見言ったことギフト来てもらいますかみたいなそそそううう。え今は東広島でそう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 はいはいどのぐらいのペースでされてるんですか東広島は二週間に1回 おお。うん、でまあ他のところももちろんそうそうそう、まああのいろんな自治体の方からねやっぱりその、うん、面白いことにやっぱりね2月3月集中するんですよね予算がハマってんとかどうかわかんないですけどね <laughs> なるほど本当、うん、<laughs> 集中しますよ2月3月毎日笑いヨガみたいな感じでえー、すっごいヨファマったけ笑お時計みたいなすごいなー <laughs> あ <laughs> これ毎年ですね毎年,年年明けてから笑いヨガ月間が始まるみたいな感じで <laughs> あのね予算がなくなって形が残らんものは嬉しいですよ。ああなるほどなるほどそういう風に消化していくのが賢いわけですね。美味しいとこね寝漏ってきましたねなんか。寝漏った。やらしい。岡山一一号さんがですねご意見番さんのユースとずっとお休みで泣く。そう三月三日から休んでんですよね。あら。だから約四ヶ月。四ヶ月。ね。 これ、ずっとやるうともうパサッと止めたらなんかこうイイライラしませんあのねもともと始めた時が毎日僕やってたんですよ一番 <laughs> 最初は毎日10分間だけやるっていうんで、うん、それがどの時間帯かはその日にならないとわからないと <laughs> 僕が空いてる時間にやるっていうのが最初だったんですよね <laughs>、うん、だからまたそこに戻そうかなと思いながらラッキラにねはいはい、はい、どうしてもねこの日のこの時間になるとなかなか できないときも出てくきたんだよねうんなんで、まあ、本当にでもそれがね逆に脚光感もあったんですよ僕は当時そのやり方やってると、うん、毎朝ツイッターで今日は何時からですか今日は何時からですかってツイッターで言われると <laughs> 逆に束縛される管理されてるようで自分の今日は三時からとか言ったら三時やらなきゃいけないからまあその日そのペースもありますもんね運良く見れたらっていうスタイルにもた戻そうかなと、うん、まあ 一番、長続きするパターンですよね、それうです、そうですちなみにですね、徹也島田さんお、大佐えー、柿さん、ドラマの撮影にはもう入っているんですか後でまた話しましょう、それはあ、かしこまりましたフライングですかこれはどうなのかな、読んでいいのかなと思いながら、ちょっとちらっとじゃあ、後ほどじっくりとうんあの、アクティブブレインセミナーあれ、すごいですね おかげさまで。もまた話しますけど、それも。またフライングだ。たくさんあるわけですね。打ち合わせしとけや、みたいな。そうそう、そほんまにどんな話が消えるかっていうのでね、ほぼ打ち合わせしないですもんね、そういうスタンスで。はい。もうじゃあ、せっかくなんで順番で話しておきましょうか。ぜひぜひ、じっくりと、一個一個。1個目。明日です。はい、アップでお願いします。明日。明日。明日。カープ侍。は。 七月は二十九日中日戦明日行きます。私も行きます。やった。<laughs> おそらく五回の表裏過ぎたあたりにコンコースに出陣すると思いますが。皆さん会えますよ。時間的には何時頃でしょうね。七時か七時半か。ぐらいですね。いすかねはい。はい、うんに行けば会えると思います。はい。お写真もしっかりとね、はい、お楽しみいただきたいと思います。 さっき言ったアクティブブレインに少し絡みがあるんですけど笑いと記憶という体験会これが7月31日に行います記憶はね結構そういった感情笑ったりと泣いたりとか怒った時の感情っていうのが結局記憶に残りやすいっていう話をねさせていただきたいと思いますさっさと行きましょう次8月2日10時5分 NHK 去年やったモート町アパートがまた再放送になります はい。えこれはどういった聞いてもいいんですかね。いいですよ。風呂入った。そう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 。<ん> NHK で僕は裸になったというやつです。はい、あ。へえー、えどういった内容なんですか。元町のあの高ア、はい、パートあるんですか。はいはい、あそこに住んでる住人さんたちのまドラマです。ほお<ー>。はい。やっぱいろいろあるわけですか。はい、いろいろありますね。で僕はそこにその地域に住んでるある。 おっさんの役で <laughs> へ<ー>これでも,もう再放送何回目だろうね結構返す結構人気があるんですねで海外でも今回放映されるんで「NHK しっかりしますよ」あのそこのレートのギャラを教えてくれるんですよ 分 <laughs> かんないじゃないですかでもね<ー>外国のレートなんて言われてもねこれでいいのかどうかって許可をお願いしますって言うからあなるほどまあいいんじゃないとあすごいこれで再放送の度にそうですそうですはいおいしいそうなんですドラマっていうのはこうやって再放送とか DVD 化されるたびにギャラがもらえるんですう嬉しいですねなんか <laughs> すごい<ー>青組ファンもきらん。<laughs> <laughs> はい、はい、8月3日、えー、厳島武将隊、宮島侍、僕ね、実際、今もう3か月ぐらい実際宮島行けてないんですやっと行けるかな,なんで行けてないかと、まあ、時間が取れないのもあるんですけど、うん、腰た痛めてましたよね。<laughs> あら。長時間経ってられないという。それもあったんで、ええ、ちょっと行ってなかったんですけどね。8月3日に久々に行くよ。ああ、じゃあ久々にお会いできますよ。あ、復習なってからはい。翌日8月4日16時から YMCA ホールでラジオの声映画の横山由依さんの映画がはいええまた放映されます。おお、声は出られてるんですか。おお。 でこれさっき言ったアクティブブレインセミナー8月9、10で久々に広島でやりますね。お<ー>それこそ僕、福岡でよくここ最近ずっと福岡でやってたんですよ。あ、うん、福岡でやると面白いですね、九州全、全九州から集まってくるね<ー>鹿児島とか熊本とかいろんなところから。で、またちょっと広島でするのと九州の人たちって違うんですか アクティブレインセミナーという記憶とか脳を活性化するセミナーなんですけどね、はい、例えば広島の人に「平和」ってどんなイメージしますかとか<ー>平和公園とか原爆ドームとか言うじゃないですか、うん、九州の人はやっぱ出てこないですもんね広島の人はすぐね「ね平和」って「白いハート」とかって言うけど確かに平和って言っても考え込んでるんですねやっ,やっぱりこの辺がまあ広島は違うかなとかね「混乱」って言ったらどんなことを思い,出すか思い浮かべますかっていうと、うん まああのー、東京の人なんかは満員電車とか言うんですよね。<ー>それは混乱じゃなくて混雑じゃないとか言うんだけど<ー> <laughs> 大阪に行くと面白いんですよ。混乱って言ったら阪神優勝とかね。<ー> <laughs> わーもうなんか発想が <laughs> いろんな地域に行くと面白いですやっぱり。よえすごい面白い。それから ちょっとこれもう8月もう終わりの30日になんですけどね、面白そうえー、銀河という逢坂内海の、はい、船クルーズありますね。はい、この中で、えー、謎解きゲームをするんです。実は7月の27日で1回やったんですよ、2>, うん、もう2回目はこの8月であるんですけどね。うん、この中で僕は船長と海賊の役をやっております。は一人二役ということでえこれってこう、はい、参加する人がどういう内容なんですか元々は今 なんですねそそそうううであの「バットボーイズ」の映画の監督の久保田さんが<う>いろいろ仕切ってやってらっしゃるんですけど<ー>で最初「船長ができて海賊ができて」っていう何か役者はかきさん知り合いませんかって言うから。 僕やろ確かに。やろうかってか <laughs> いうんでやらせてもらってですねだから面白かったですよ<ー>、うん、まあドッキリカメラに近い感じでえそれを謎解きを男女が一緒に初めましての男女が解いててそうですそうです、まあ、ちょっとグループでねグループで23<ー>えー、っと男女のカップルが3組ぐらいだから6人ぐらいの グループで謎解きをしていく中で、いろんなヒントを出す海賊になったりだとか、はははは。だから一応言うことは決まってるけども、作る人たちによってやっぱり会話が違うです。違いますよね。はい。なんでちょっと面白いですやっぱりね。リアル脱出ゲームみたいな。そうでそうでそうででそこでまああのちょっと男女も。 声が芽生えたりとか、そういうのです。飲んだり食べたりももちろん。アルコールが入ったらそりゃ、それは。ね、<laughs> 何が起こるかわかります、ね。みだらな展開になる。<laughs> いや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 。<laughs> い実際リアル脱出ゲームはね、あの京都の会社。やってて、全国であちこちでやって、広島でもやってるんですよ。うん、僕も何回か行かせてもらったんですけど。うん <laughs> これが広島でできたら面白いしもっとその参加する人たちも衣装を着てそれっぽくすれば面白いのになと思ってたのがたまたまこれでやりませんかとなったんで、うん、ああ、やるやるとこういった参加型のイベントだったら喜んでやるよって言ってててやらしてもらもじゃあ夏の暑い日にねうん、うん、海の上で涼しくそうそうそ,うそう、はいゲームを楽しんでいただけたらいいですね、はい、それからさっき大佐が言っていたドラマこの秋の、ねえー、放送予定ですけども。 山とのカレーライスという NHK が今度また作る、はあ、ドラマなんですけども、はい、<laughs> 秋元さやさんが一応まあ元 B そう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 <ー>レポーターとー,ーと役で出てくるんですんで三浦和義さんの息子さんは三浦貴博さんですがまあどどおた二人主役になるのか,だからどうなのかな、えー、その二人と僕絡む役ですわお え、何役何役か言っちゃまずあ、そうですよね、そうですよねそかまつ言えないかもしれないですけど、ヤマ、うん、役で… <laughs> <laughs> え、実際もうあの…撮影は…そう,そういうこと入ってないですあ、じゃ今から、はい、お会いもまだ…はい、僕が…僕の撮影入る日は九月ですかまだまだ先です<ー>台本が来ましたけどもねあいやじゃ楽しみなのが… これ面白そうですよで、放送が放送日はまだ決まってないですね秋秋ですからね多分10月か11月頃じゃないかと思いますね NHKBS ですねそうです、はいおおすごい忙しいじゃないですか、なんかちょっとね、ハードですね紐の中でもこういうのつくんですよいやいやここまでですね秘書が作ったんだろう体力温存しといてくださいここここでですね、えっと面白い書き込みがあったんですよ えーっとあら消えちゃった,消え,ゃった消えちゃったかもです。はい、またまた言いまま <laughs> またた言すねえ一気にたくさん活動を教えていただきましたけれども、うんまあ、全部好きなことをやってるんでねんこれ嫌なことだったらね面倒くさいなと思うかもしれないですけど、はい、全,部全部好きなことなんで。うん それが一番、うんうん、打ち込めますよね、うん、その時にまた、そのお客様だったり相手から反応を変えてきたことが本当に嬉しかったりとかしますよね相手そうそうそう,そうえー、石川さんどれが気になりましたあのヤマトのカレーがおーやっぱりタイファもそれを読んだろうねうんうんうん 楽しみでカタさんがこう、ドラマ出とみたらやっぱりこうすごい、しっとる人がこう、でとったら違和感があるんですよ違ありますね日頃のあのこうね、話すね昨日の伊藤さんとかはそのままがでとったキャラだけど演技をしてる演技をしてる、また違いますよねあの。 本人じゃけど本人じゃないみたいな不思議なうん感じになるん今回裸にもならないですからねチェ確認しましたから <laughs> <laughs> 全国のゲイの皆さんが <laughs> <laughs> ねえ楽しみにしてらっしゃるかもしれないのにいチェ <laughs> そうなんだでもねたくさんひっきり八月スケジュールほどでしたねパンパンじゃないですか まあでももう取ったやつだとかそんなもんないですか、ね。無事心を置くわけじゃないんだからできたものがオ恩恵になるだけなんでね。うん、じゃあまあ取られたり準備だったりでここのとこねお忙しくされてたわけですね。うん、まあ名指しでねお仕事やっぱりいただけるなと、はい、嬉しいですよねやっぱりね嬉しいね。さすが世界の書き立つ。<laughs> <laughs> だって世界にも。 オンエアされるわけですかあ,あの映画がね,、うん、ねすごい。去年でもその世界といえば面白,く面白いとかびっくりしたのはい、これも NHK だったんですけどねオリバー・ストーン監督が広島に来られたんですよ去年<ー>8月に。でその時の、まあ、ドキュメントフィルムのオリバー・ストーン監督の吹き替えの声をやってくれって言われたんですよ。とか言いながらそれはでもなかなか面白かったですね。へ<ー>うん 私はっえー <laughs> 面白いそれも原爆の投下に関して、はい、アメリカの

大物すぎるっ <laughs> <か>そう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 。うんうん、オリバー君なら猿だけあるだけど <laughs> 懐。懐かしい懐かしい知ってる人がおったみたいな。<laughs> へー。<laughs> <laughs> いろんなことをね、<laughs> 手がけてらっしゃる。ね<え>、うん、このマルチタレントとう。うん、本当に。うん。見習わないやんか。 私。わかりました。みんな来ます。まず笑いヨガから始めたとね。はい。そうですね。本当。でもイエリアもね、いろんなところで笑いヨガ。やっぱあのトータル的に回数は笑いヨガをされるのが一番多いんですか。そうでもない。そうでもない。 この暑い時に笑おういう気になること自体がもうヨガっぽいよね。確かに、だってそれだけで発汗しますよね。う笑うだけで <laughs> 汗かくの、ね、確かに10分笑ったら30分の棒とこきしたのと同じぐらいの有酸素運動をするんですだから本当疲れるんですよ笑うっていうのは。えーでもすごい、うん、それって、ね、10分でうん、うん、10, 10分たぶんすごいよ普段ねわら私よく笑ってますっていう人も。 ほんの一瞬なんですよ笑ってる時間っていうのう、ね、ほんの何何秒しか笑ってないです。一分連続で笑うだけでもどんだけ辛いかっていう。そ,10そう十分。<laughs> マジャー。ギネスで見るとインドの人が六時間連続笑ったって書いてあって、えー、<laughs> 絶対顔が元に戻らんなってるわと思って。確かに。<laughs> なんかもうか体中の筋肉もおかしくないそうだし <laughs> 声もなんか <laughs> <laughs> 変わりそう。頭にどうなるでしょう。<laughs> えー、たくさんのスケジュールを一気にご紹介いただきましたけども、はい、ここで1曲挟みましょうか、えー、本日お聴きいただくのはもちろんこの曲です柿田達丸さんで「君だけの未来」ですどうぞ「不真面目だと言われても自分を貫けばそれはいつの日にか」 真面目に変わるそんな簡単なことさ、あいつは好き勝手だとか変なやつだと言われ。 お聞きいただきましたのは柿田充さんの君だけの未来でした。すごいな、歌手でもあるね。ねえ、この歌に対してのなんかエピソードだったりとかあるんですか。これはあのー、まあ以前その前にこういう模様って歌を出させていた,だいた時は C D 化したんですけど、<え>今回は実はその前から実はこの話はあってデネブと一緒にまあ。うん なんか歌を作りたいという話がその実はこういう模様の前から実は話はあったんですよ。で CD 化するとかじゃなくて k a さんの Ustream とかに流すのに何かこういった曲を作りたいんですけどという話がもともとあってですねで、まあ、そうこうしてるうちにこういう模様の話があったんで、まあ、両方いっぺんに言ってもどうだろうというのがあったんで、まあ、ちょっとタイミングずらしたんですけどね「で君だけでも見られてるの未来」っていうのこれがねこの歌詞は元々なんか 聞いたところにようと、いろんなユーストリームの中でいろんな視聴者が出した単語をいろいろ組み合わせて、なんか作られたみたいなことを言ってましたね。おお<ー>、うん、そんなことが。ヒットフルキーワードの作り方。<laughs> <laughs> なんか、皆さんと一緒に、みたいな、う,ん,うん。へー。でも高いんだ、キーが。<laughs> キーが高いんだ。高かったですか。<laughs>

コメント来ました、みっちゃんラブリーさんです来た来た <laughs> こんばんは、二人とも悪役っぽく見えんけど最近笑いすぎなんじゃって笑いすぎ二ともって青くみフに失礼だよね <laughs> 私悪役 <laughs> 悪役悪役 <laughs> ね見ていらっしゃいますよねけど歌、歌いうはいいですね、うん、こう健康的になる あのうまいた関係なく声を出すっていうことがまずねまずはあとねその感情を声に出すのがいいんですよあ美味しいだとかあ楽しいとかそういう思ったことを口に出すのが健康に。 えー、じゃあもうそれは日頃の生活で普通にできることですよね誰かに聞かせるってわけで別になく、ねうんうん、お風呂に入った気持ちいいなーっていうだけでいいんです、ね、思うじゃなく口に出すことがそうそう確かに受けるいやそれもじゃあ <laughs> いいことなんですよあ,、ね、あの子たちはええことを言うそうじゃん <laughs> <laughs>、えー、確かにいいこと聞きましたね思うだけじゃない書くだけじゃない そうそうそう感情を口に出して言うことによって、ま、うん、まあ、まあ特にね笑う,笑う感情を出しておく方が一番ね笑いだ出しやすいんでしょうけどね。怒ああずっと怒ってるとかずっと泣いてるのは辛いんで。あー確かに。うん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 。そのバランスですかね、じゃあね。うん、うん。まあ怒る時も治る時も人気あるから、うんうん。はい、泣いて。<laughs> <laughs> <laughs> 何それ私 <laughs> 何それ珍百景泣いてて、もう本当 <laughs> に <laughs> 今日は無茶振りはわしがいつもね <laughs> 確かにすごいなでもね、今日放送聞いてくださってる方とかね、うん、日頃生活する中で感情を言葉に出す、うん、ね、習いましたね あと笑うというのまあいろんなね時に笑うまあ面白いから笑う時もあるけども、うんはい、まあ苦笑いの時もあるので、ね、<ー>いろんな笑いがあるじゃないですか,かでも僕はね一番ね人を笑わせるまあ面白いことして笑わせるのは別だけども、うん、どうしたら人が笑うかっていうのは緊張した状態をほっとさせてあげると、はあ、笑顔になるんですよ、はあ、人間というのは、はあ、例えばドッキリカメラみたいなみたいな感じでずーっとなそういうなんかわ、うんうん、なんだこれはと思った時に、はあ、はいドッキリカメラーって言った時に一瞬やっぱり ほっとするんですやっぱりね<ー>そっから怒る人はいますよその後にあ<ー>その後怒る人いるけど,るほど一瞬やっぱりホッとした時って人間ってやっぱり笑顔になるんだね糸が切れるんだああよかったみたいな感じであんどの<う>でもその時って人間じゃあ笑顔になるってことなんですねです、はい、へー <laughs> 笑うこととか脳のこととかいうのもいっぱい勉強しました、この1年ぐらいで。笑うことは声に出して笑うことはもちろんですけど、うん、そのまずは顔を笑顔にする顔そう,そう,そう、おかしいから笑うんじゃなくて、とにかくまず最初は笑いましょうと、笑いの体操だと思って笑いましょうと。 子供はいっぱい笑ってんですよなんでそんなおかしいんですくらい笑ってるんですよ <laughs>、うん、大人になるといろんなことを考えるから <laughs>、はい、今こう笑っちゃまずいかなとかいろいろ考えるでしょ <laughs> ん、ね、なんかそういうことなしにも子供の頃に帰った気持ちでにとにかく笑ってみましょうと<ー>最初おかしくなくても笑ってみましょうっていうところからスタートなんですよこれ大切ね、うん まあくだらんすぎて笑うしかない今あったけどね、練習ぐらい。<laughs> <laughs> あ、そうなんですか。<laughs> つまらんの。<laughs> <laughs> だから楽しいから笑うんじゃなくて、笑うから楽しいんですよ。笑うから、ーうん。そうだ、そうだ。確かに。 みっちゃんラブリーさんが石川パパ新曲でパッツイチョ丸見えどうでどうじゃろうってね皆さんやっぱりこのキャラはねむ,むふみいチョフけクがあるけななあ確かになもめちゃいけ,けえ,えあの会話をしてる時はいたって真剣なんですか <laughs> 二人は普通に真剣にママごとしおるわけじゃけで石川さんそれ見守ってる感じなんですか、うん、とえやっぱ笑いますよね あれ笑えますよでお大人の演技しょるけうん <laughs>、うん、もしもし、はい、私パンツ一丁丸見えと申しますがてでるはいはいってかてる。 面白い役,役になりき。っとる。そうですよね。<laughs> 本人たちはいたって、あの真剣なのに、それを見る大人が吹いてしまうとか。<laughs> 大事ですよね。やっぱりね。うん、表出してこう、笑うたら。本人なに悪いかな思って。ですよね。こら <laughs> <う> <laughs> えて。にや、にやきて笑うしかない。<laughs> ああいうのはありますよね。真剣、本当に言わないと真剣、ね、ですよね、そうそうそう、長女も対応されてるし、すごいな長女は振り回されるみたいな感じだけどね、<laughs> あらゆる対応に。 まあ子供これは笑いは大変ですけどね。そうなん家だからね。ねうん、なるほど、うん。おなら一発で五分は笑えるけ、ね。そう,そうそうそう。大体 <laughs> ね、一、ね、日で子供は二百回か三百ぐらい笑ってるらしいです。ええ、それに比べて大人は,大人は多い人で十五回ぐらい。ええー。そのぐらい少ないんですね。ええ、多くて多くて十五回。だから僕なんか本当に笑い y o g するまでは。 始、はい、めるまで悪役俳優ずっとやってた時は一週間笑わない時もやっぱありましたからここに芝居をすることばっかり考えてましたから <laughs> 確かにで一時期本当に笑えなかった時あるんですようそー笑う演技の時にここが引きつってんですピコピコピ,コピコ笑い方が忘れたという表情筋が,筋肉がもう上,に上がらなくなってて <laughs> そういう時期もありましたからねだって悪役だと逆に下げますもんねへの字で職業病です、ね、病病で<笑>,笑顔の表情筋と全然違うから。 うわ、それだけそうさせるってことですよ今。今でこそこんだけ笑ってますもんね。うん、なかなかここまで笑うこともなかったんですね、今までね。うん、うんその反動が今すうい。何年分、二十 <laughs> 年分の反動が。<laughs> <laughs> でもそれって逆に大人の人当てはまる人多いかもしれないですよね。い,ようん、いざ笑ってって言って顔笑えてないよって肌から見たらうん、うん、ありえますよね。ああね。ね 怖いね、それ目の奥笑ってないよと <laughs> かあそ笑顔でも目が笑うとらん人って、ね、いますよ、うん、そ怖いなそうそうそう,そうだからちょっといま一度チェックするのって大事かもしれないですね年 <laughs> 取れば取るほどいろ、うん、んなねまあまあ僕らも毎日笑いおる系あるけどねうん、うん、さっきのちょっと話になる感情がね表に出すっていうことがだんだん減ってくると、はいはい <laughs> その、いわゆる地方症どん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 なっていく、うん、あれも一気に一気に明日が地方症になるわけじゃなくて、うん、もう何でも何でも蓄積されて<ー>それが出てくるわけだから<ー>この人最近笑わなくなったねっていうのはもう,もう赤信号に近いですよね、うん、顔の表情が出てこなくなったとか,そかまあ笑うに限らず怒ったり泣いたりしなくなってもう感情を出さなくなったっていうのはもうあ<ー>まあ赤信号とかキー信号ですねキー信号で。へ<ー>うん、感情出出すように出すよよううにに してあげたほいい、ね、<ー>う一人で言うとやっぱりなかなかね話す人もいなくなるそうなっちゃうから自然とええわ大事なんですねけどわしらもう10 1010年ちょっと前ぐらい指針を言って笑いおったら、ねはい、なんか石川ファン見おったら金がないけど持っとるように見えるよねいつも笑いおるけってと言失礼な話だけど、ね <laughs> 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 確かにねいつも笑うとるけど 持っとるように見えるよねってからて、<ー>それ大切よ言われてから。ポジティブななんかこう空気とか雰囲気とか気持ち。うん、あの時は紐と言われとったけどね。<laughs> ええ、ね、奥さんが働きおってからえってからて。<ー>じゃろう。じゃろう。<laughs> <laughs> <laughs> 大事な、ね、歴史ありじゃん <laughs> ん。ほんまですね。だから今がある。ね, <laughs> ねえ。いやある。あ やっぱ覚えとることは結構ねあ笑い人前で笑うときは重要なことで少々悪いことあっても笑うときはなんとかなるんじゃないかなしかめってらしとるもんに仕事は頼まんけね <laughs> <laughs> しかもあの苦しかったりとか辛い時って人間絶対あると思うんですけどうん、うん、大人になればなるほど。 笑える瞬間って、すっごく大事だったりしますよね。まあ、と、とりあえず、とえず笑ろ、わろ時計やみたいな、うんうん。あ、笑えてる私、ちゃんとっていう時ありますよね。うんうんうん、まあ、もう笑うしかないな、いう時もあった。けど<ー> <laughs> そうか、そう。<laughs> 話すだけでも笑うっていろんなシーンがありますねたまにありますもんね笑っとる場合じゃないぞとかって言われる<笑>,笑っとる場合でしょうしか言わない,い,い,わない <laughs> あーもう逆に笑うしかないっていう深刻に考えてもええ結果はねえしねとりあえず笑おとけああいうのある、ねうん、どういう局面でも確かに確かに、うん、そうですよね なんとかなるもんで笑おうときはねえ番組をご覧いただいてる皆さんも笑ってますでしょうか笑ってる場合で不要意があったんねあね聞いたことがある笑っていいと思うの前ねそう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 だからそういうこともそういう言葉がワードが入ってるってことですよね番組名にうん大事なんだすごい じゃあその笑いであったり笑顔とかそのまあさらに深く奥をたくさん勉強されたってことですか、うん、あの、やっぱり興味があったのね。健康につながることもあるし自分自身が興味があったんで、うんまあのめり込んでいった部分もあるよね。<ー>でせっかく知った知識やっぱりみんなで教えてあげたいじゃないですかんなんでね。本が書けるなんじゃないですか<ん> <laughs> わこれは考えキラリ。は今書きおるかもしれない <laughs> 本は一個ね実はもう二十何年前に作ってた小説があったんですよ<あ>それを電子書籍で今年出そうかなと思ったんですけど、うん、まあ内容いろいろ見ていただいたら、うん、もうちょっと時代背景を変えた方がいいだとか、うん、あ登場人物の名前もうちょっと整理した方がいいって言われたんで「はいじゃあ直します」って言いながら今直しきれてないですあ <laughs> らら、えー でも、笑いヨガのさっきね言ってた笑いヨガの本は出せたんでこれは僕が出したというよりも広島の笑いヨガチームで出したんですけど<ー>まあ本が出せたんでね、それは、まあ、うん、健康シここ笑いに、笑いに特化したあれだねうん、うん、これ、飛びつくかもしれないうん、うん <laughs> うん、今からの時代、さらにそういう需要ってあるんじゃないですかやっぱりけど、二年前ぐらいから これからの商売は心の商売しかうもいかんよってあこういう時代だからこそ、うん、もうものはもうみんなだいたい飽きてきとる、うん、何がこう精神的にいいかとかああいうもんじゃないとうもいかんよって、うん、コンンルタい<ー>うよ、ん、そこで石川さんも意識されたりとかされてますご商売で。意識はせんでも、うん 家紀さんも言うたけど好きなことしかせんことにしたああ、自分のためにもも住宅リフォームやめたいってやめて庭しかせん庭もそのね緑がない庭もしないっていうのに特化したら実際追い風じゃないけどあこれ 確信が出てくるんですよね。これいけとる。うん、迷いがないですもんね。自分に。うん、もう無礼よう用なるね。確かに。いん <laughs> なことするけ、うん。確かにそれはありますね。うん、僕も結構ねなんかいろんなことやってって言えるんですけど、はい、実はこれ全部一貫してるとこがあって、はい、僕がまあ広島イベント参加隊っていう団体を持ってる中で、いろ、うん、んなイベントを参加するイベントを応援しましょうっていうのが一つあるんですね。うん だからカープ侍にしてもみんなで一緒にカープを応援しましょう、うん、笑いようもみんなで一緒に笑いましょう、うん、サク作クティブレインセミナーもみんなで一緒にトレーニングしましょう、うん、常にみんなと一緒にやるっていうのが根底にあるんで、うん、いろんなことやってるようだけど実は自分の中では同じことをやっ,<ー>やってるものがちょっと違うだけでみんなと一緒にやりましょう売 <laughs> <laughs> つけるとしたら。<laughs> ねぇ。へぇ。やっぱ賀来さんの、まあ、人柄もあれだし非常に不安が多いよね。ありがとうございます。うん、しかも、うん、いろんな方幅広そうですよね、こう、ファン層は。 だからね、フェイスブックページもいろんなファン層とか年齢層とか男性<分>女性とかのやっぱり、うん、あの分けて例えばあのアイスクリームに特化したフェイスブックページ持ってるんですけどやっぱり若い女性がやっぱりそっちは増えますしねだからいろんなこと試しながら<ー>うーんいろんなページを作ってるんですけど、えー、え、こ賀来さん作ったページだったのでも中身は多分あると思うんですよ。 こう、全部、管理しきれますかできてない。できてない。できてない。確かに。こうネギ山登山部作っとるけど、西川の夫さんが管理勝利なんか。そうなんですね。なんかね、気にはしとんだけど、なかなかこう、全部が全部ね。まあね、まあね。手が回らん。 そりゃそうですよしかもね、本当、かきさんとかたくさんの活動があるから、その活動をしていることに興味があったりとか、またそれぞれ向ける方向も、ね、お客さんも違いますよね。けどまあフェイスブックの力、今、なかなか想像以上のもんで、うんうん、これからもなんか面白なりそうですね、使い方によっては。うん、ね、うん、ご商売されてる方とか、ね ひと一昔前はもううちらでも営業的にブログがメインじゃったけどうん、うん、逆転してしてフェイスブックでブログをアップしましたっていうふうに、ん、するあれですよね、うん、今は。うんうん、みっちゃんラブリーさんが、えー、まあか、かきたつさんも青久美さんもあ日はズムスタでビール飲んで笑おうね <laughs> 仲間外れかいの味は。ね、かくといいですね。野球見人間じゃけな。甲子園は決まりましたよ。広島。え。出場校。あ、ほうなの。はい。どこ。高陵高校で。あ、聞いたことある。そのレベルかい。決まりましたよ。これはよう聞くね。 強いんじゃね、やっぱり。はい強いけど何年かぶりですよね。何年かぶりかな。ですよね久々のはいというわけですよ。来週はね。はい。うちの長男のテニスの新人戦がある。ほう。うわ見に行かれるんですか。お父さん涙。どうしようもね。お父さん涙に汗に。まず。 YouTube でこう、うん、こうユーフトでこう中継しながらうわーくさん大変で負けたら、まあ修正加工して勝ったような <laughs> そこまで、そこまで結果変えるのなんということでも、なんかクラブ活動のそういう試合をね、姿を見れる、初めてですなんかね、いやーすごい親の方がなんか緊張してきてる。って言いますよね。うん えー、じゃあ来週、またそれしっかり教えてくださいね、ね<え>しっかり応援してきてください。ね、というわけで今日は、ご意見番の柿田隆さんに <laughs> い、はい、久々にゲストでお越しいただいて <laughs>、はい、たくさんの活動を、ね、ご紹介いただきましたのでまた改めて活動内容を振り返りたい人、知りたい方は。うんうん どうしたらよろしいですか。かきたつまるのホームページを見てもらったら、そこには一応全部載っかってるはずです。<っ>はい。はい、というわけで、皆さんしっかりとチェックしてきてください。<laughs> そして明日、暑いかもしれないですけど。ね、はい、はい、カープ応援しましょう。はい、<laughs> 今日は一日ありがとうございます。 広島発通界緑化バラエティ水生初開地この番組は緑の力でより良い社会をガーデンエクステリアでおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りしましたおやすみなさい今